新ダルなんて、新ダルの香りとか味わいがギュッとしか伝わってないってて、スモーキーな味わいになってます。になってます。口当たりがすごくまろやかで、すごく繊細で奥行きのある味わいになってます。タルの種類が違う、タルの種類が違いますね。8年 の, そのバーボンダルに関してはアメリカでそのバーボンを作られたタルをうちが買い取って、で空っぽになったものをうちの原酒を決めて作ってるっていうものになってて、その1回目そのバーボンを作られた熟成の感じとかも左にしっかり残ってて、でもうちのお酒入れることでそういった成分が溶け出してくるんですよね。でもう一度こう熟成を重ねることで結構こう複雑な味わいがどんどん進んでいくんですよね。で真ん中のものはもう本当に新しい木だるをなんかチャーリングって言って焦がして、で原酒を入れてるので、まあその木だるの味わいだったりとか、まあ、焦げた感じとかもしっかり残ってて、ベースが入ってて、トマトのお酒に比べるとサラッとして優しいお酒になってて、またそのお米からくる甘みなんかも、これはやっぱりタイ米なんですか？タイ米です、やっぱり、はい、甘米なので、じゃあ右から50度、43度の中、左側が40度ってあるので、必要に氷が欲しいとか炭酸欲しいとかあれば言ってください。ありがとうございます。